先日お前と雪風が遭遇した正体不明のシルフ、さしずめグレイシルフといったところか。あれについてだが、データを解析しても奴の正体は分からなかった。フェアリー空軍内にも該当機はない。地球から来たスパイ機の可能性も検討されたが、とりあえずジャムらしいということで落ち着いたよ。さて任務だ。シュガー砂漠付近の D58 エリアで敵の活動が活発化してきている。そのためこのエリアの監視を強化することになり、特殊船の出番になった。監視は雪風単独で行う。監視エリアの後方では空中空母バンシー3が待機している。なお今回から改良型の短距離ミサイルを搭載する。これで少しはジャムと戦いやすくなるだろう。それともう一つ、本日付で注意に昇進だ。深い注意。離陸時刻は1350時。以上、解散。
マシンコントロール着火完了。 B3 雪風了解。呼吸完了までその場で待機せよ。 B3 了解。 B3 雪風呼吸をすべて完了。離陸を許可する。グッドラック。 B3 離陸する。まもなく作戦エリアに侵入する。キュリカーチームが交戦中。防戦状態だな。スカイチュリータイプ2が2機こっちに向かってくる。長距離のミッションは疲れただろう。ディエリアはまだ未知の領域で、こっちの守備も手薄だ。だからジャムも多い。やはりバンシーの存在は大きいな。早期警戒ライン防衛の要になっている。今後もそうであり続けるといいのだが。